ちゃいな。ね、そこは汚いね。かわいいでしょ、チョコちゃん。かわいいねー。手を洗って、手を洗って、洗ってください。Thank you.
おい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 、行けない行けない、スニーカー汚い、上がった上がった、はい、ブロッコリーすぎるでしょ、はい、もうこいこいこい、ドレッシング？なんかプリンだと思ったよ。食べ残しのプリンだと思ったよ。だけないし。じゃあどう見ても食べ残しのプリンじゃん。どう見てもそんなわけないし。なんだそのいわゆる自家製あのドレッシングってやつか。そうそうそう。ドレッシングがね。ドレッシングってやっぱ作るとコスパ悪いよね。大変だし材料かかるし。どうかな。家で作ると長持ちしなさそう。コスパ悪くもないじゃん。いや今日も朝出社した時に思いましたよ。早く帰って美味しいご飯を食べたい。俺が早く帰りたい。家ってやつか、なんか前も言ったけど俺の好きな漫画家アニメの美味しんぼで、結婚した新婚なのに旦那が早く家に帰らないっていう回があるんですよ。一緒に見たんですよ。そうそう、料理がまずくてまずいっていうか、まあ違うよね。違うの。奥さんは、奥さんは頑張ったけど、なんかおしゃれな料理、ただその多分ドイシンボの内容、この時代がバブルだから洋食ばっかり出してて、でもなんか和食とか食べたいとか言えないから、主人公だからその男の人はお袋の味みたいな方を求めてたけど、そうだね。だからいつも遅く帰ってくるから浮気じゃないかっていう、まあ変な話だけどね。俺が一番好きな、いつものように美味しいね。これは簡単です。メイン料理だもんね、うちの家の。なんかお客さん来た時にもこれだしね。そうね、仲良く出した、通われたいと思ってね。子供の時は辛くて嫌いだった。あー、これなんかこれ、そうそうそう、え、なんでだろうね。結構そういうのあるじゃん。例えば銀杏とか、ね、昔嫌いだったけど。まあそうだね。今度はアボカドがちょっと硬いやつ。硬いでしょ。いや、結構わかんない。アボカドだよ。ちょっと硬いね。ね、あ、かなり硬いね。失敗した。まあいいけどね。いやもう全然最後食べるよ。もうなんか早く食べ終わっちゃったらもったいないと思って言って、まあ、ゆっくり食べてる。毎日これでもいいかもね。これは嫌だ。いつまで食べて、一
つ頃飽きるのかチャレンジ。やだよ。1年ぐらい飽きないかも。絶対飽きるやん。毎日寿司食べれるの？飽きるか。まあ寿司はね、他の種類があるから。